昨日も 80% 以上でチームで沈めていました。福島は田渡亮が入っています。あーえわー福島の得点ペースも非常に速くなってまいりました。アダムスのアタック、アダムスユーローステップから、いやロブパス、アリウープ、アイバナーカス10得点。田渡りに阿部、田渡り抜いていく、スネークドライブからのプラップジャンパー、うまい。さあショットクロック進むぞ。コーナーからリングに当てることはできませんでした。さあうまく守った福島、さらにアウトナンバーテレンスキング、連続バスケット福島。これが福島得点につながると山形はタイムアウトを取るような感じでしょうかね。あー A1 再びコーナーに展開、エチェニケにポスト、そしてキングが空いた。いやーあーここも決め切るか、ね、いやかなり手もかかっていましたがそれでも決め切ってきます。非常に強い体幹。ベルスリーポイント、あーねじ込んだ。ここは自重します、ベルに一度任せます。さあワンオンワンに持ち込んだ、ステップバックからのスリーポイントだ、きたー、3連続。加藤スリーポイント好調、加藤フローター、あーこの距離でバンクショット、スピンムーブ、そこからショットバンクを使ってうまく沈めていった。田渡りには第3クォーターから斉藤がついている。田渡りカットだ、バックカット、エンワン。さあ誰を選択するか、アイバナーカスがインサイドに移動している。エチェニケだ、ダンクショット。一度前を向いてダブルチームに行ったところアイバナーカス空いている。土屋、土屋対工藤、同い年対決のスリーポイント、工藤の目の前で決め切ったぞ。ダブルチームに行った、四角に行った、アイバナーカスダンクショット。エチェニケ、ここもホリフィールドがショーに行ったところ隙を見逃さない。ここでボールキープに入りました。ここで勝負あり、福島が今季初の3連勝を決めるというこの23節になりました。